後崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日はですね、はい、まあ高校野球も終わりましたけども、はい、高校野球を見てて今すぐここは変えた方がいいんじゃないかって。はい、ありました見てて。全然あるんですよ。へー、まあ今年ね、はい、うん、ちょっと雨が多くなって試合ができない時に、うん、まあそれだけじゃないんだけど、はい、近畿勢が結構上残ったじゃないですか、うん、他から来るところはもう練習場所がないっていう。あー、そっか。そう、グラウンドは借りてるけど、はい、室内練習場があるとこまでは借りれてないから、うんうんうん、雨が毎日バンバン降るから、はい、もう練習が、ま、結構できなかったらしいんですよ。そっか、じゃあその甲子園に近いところの学校は自分の学校でできるわけですね。そうそう、でそこで室内やったら、はい、どんなに雨降っても練習できるし、うん、はい、だから借りてるところがブルペンにも屋根とかがなかったら、はい、ピッチングもできなかったらしいし、室内なかったらもう素振りとかもうできるところで練習しかなくて、じゃあ他借りればいいじゃんっていう人いるんですけど、はい、コロナだから急に借りれないらしいんですよ。あ、そうですね。いきなり貸してくださいって言っても、やっぱ向こう学校もね、借りるところも、うん、そう施設もね、はい、やっぱなかなか難しいじゃないですか。じゃ今まではそれができてたんですか。こんなに雨降ることなかったから。あ、だって毎日、ね、毎日雨だから、うん、そうでしたね、うん、ずっと毎日ずっと雨で、うん、だから多分その滞在期間もめっちゃ伸びたと思う、はい、いやまあこれもね、オリンピックもあって後ろずらしたし、うん、雨でっていうのもまあそれは毎年ここまでのことないと思うんで仕方なかったとは思うんですけども、はい、だからね、バッティングセンターとかで、ね、バッティングしてたらしいですよ。バッティングセンターですよ。だから感覚変わっちゃいそうな気がしますけどね。でもしないよりマシじゃないですか。そっか、じゃあボールというよりも素振りとかの練習ってことですか。だからその何球打つんですよ、バッティングセンター。あー、で練習しに行ってたらしいですよ、そうチームによっては、うん、まあ、それぐらいなかなか厳しかったらしいんですけども、はい、やっぱね、今回導入した方がいいと思うのは、うん、まず一つリクエスト制度です。あー、そうですね、これはあった方が絶対いいですね、はい、だからなんか、うん、あの高野連の見解を聞くと、はい、審判がプロじゃないから審判を守るためにリクエストをしないっていう見解らしいんですけど、はいはい、いや俺の見解は、うん、プロじゃないから守ってあげなきゃいけないんじゃないのっていう。そうですよね。だからその今はもうね、 SNS も発展した、はい、テレビの技術もあるっていうところで、うん、誤信してしまうと、うん、SNS 上で周知の事実になって、うん、バンバン広まっていくわけじゃないですか、はい、これのどこがアウトなんやとか、うん、これのどこがセーフなんやとか、うん、ノータッチやろとか、うん、プロと同じようなルールでリクエストはすることによって審判守られると思うんですよ。いやー、そりゃそうですよね。だってプロの審判ですら判定覆ることって結構あるわけじゃないですか。去年、一昨年かな、うん、リクエストができた当初の確率でいうと、はい、大体3割が判定がリクエストで覆るらしいんですよ。そんなになんですか、はあ、っていうことは、うん、そのアマチュアの人たちも、はい、少なくても3割は、うん、多分あると思うんですよ、うん、ってなった時にですよ、はい、まあ、最悪よ、プロは、まあ、それで仕事を失う可能性もあるけども、うん、明日あるじゃんね。あります。明日ないじゃん、高校野球は。それでね、はい、そうですね、って考えると、うん、そのやっぱり、あれで誤信で負けたって思うのも選手たちも学校も父兄もやっぱりこうどっかモヤモヤするから。確かにずっと残るでしょうね、うん、だからそういうリクエスト制度っていうのを設けることによって、うん、審判も守られる、はい、選手たち、学校関係者も納得いく、うん、はい、悪いことないと思うんだよ。 その代わり、うん、全国大会のみっていう。そう、地方大会までやってるとやっぱり映像の記録とかそういうのって難しいと思う。そうそうそう、もしくは県大会準決勝以上でテレビ中継されるっていう前提のもとで俺はいいんちゃうかっていう。そうですね、テレビ中継をしてない試合は結構難しいですね、うん、やっぱりリプレイとかそういう。でも47都道府県決勝戦はどこもやってるから、はい、だからまあ最悪決勝、準決勝以上とか決勝戦もしくは甲子園だけっていうのはやった方が全員が守られていいんちゃうかと思うんで。そうですね、悪いこと一個もない。全くない。だからもう2022年の選抜から導入してもらいたいですよね、はい、次がもし雨天コールドをする場合はその決定権は運営側がするべきっていう。あれ、どこがしてるんですか。審判だから、うん、さっきの話の続きじゃないけど、はい、プロじゃないんやから、うん、そこまで背負わせんでもいいやっていう。審判陣が集まって協議して決めてるのか。そうそうそう、はい、だからそこはもう運営側の大会委員長とか、うん、運営長とか、うん、っていう人たちが審判と協議をしながら最終決定は運営側が責任持ってした方がいいんじゃないの、なぜなら審判はプロじゃないからねっていう。プロだと責任を負わせてもいいと思う、はい、プロじゃないからそうした方がいいんちゃうかっていう。だって審判の人叩かれたらかわいそうじゃん。うん、そうですね。 NPB は誰が判断してるんですか。審判プロだから。一応そうですね、審判もプロですもんね、うんうん、で今はコロナ禍だから NPB が統括してやってるらしいんだけども、はい、まあ、基本的に審判と相談しながら、うん、グラウンドキーパーと相談しながらじゃんね、はい、そうですね、うん、でも高校野球はプロじゃないんやから、うん、
大会運営側が判断をしてあげた方が審判の人守れるんじゃないのっていう。でもう一つが、はい、サスペンデッド方式。サスペンデッド、もし雨で中断したり、うん、試合が終わった場合は、はい、7回3対2で、うん、だった場合、はい、もし裏のチームが勝ってて裏の攻撃だともう終わってコールド勝ちになっちゃうんだけど、はい、うん、もうそういう場合は次の日そこからスタート、あーもしくは3回ぐらいで、うん、雨で降ってコールド負け、はい、ノーゲーム、次の日その3回からっていう、うん、何か雨とか何かでその時点で試合が続行できなくなった場合、コールドはなし、ノーゲームもなし、はい、そこから再試合、ちゃんと日をまたいでも9イニング完全にやるっていう、ね、そうそう、うん、っていうのをやってもいいかなっていう、うん、ああ、はい、その方が納得はしますよね。そうそうそう、うん、でその場合その次の日の第一試合の前、めっちゃ早くからそうそうそう、もう入る、うん、6時とか、はい、7時とかに入る、うん、はい、で3、4試合目だったらその次の試合の一番後ろ、ナイターに入るっていう風にしたりしながら、うん、はい、その元あった試合を動かさなくてもいいようにやっていくとできるんちゃうかっていう、うん、そうですね。で延長はね、10何回ぐらいでタイブレイクにすれば、はい、その無駄に15回16回する必要ないから、はい、これはもうやってもいいんちゃうかって、そしたらねコールとかなんとかとか雨がどうとかって言われなくてもするじゃん、ね、はい、まあ、球児たちのこの悔しいモヤモヤとかそういうものなくなりますよね、うん、そうそうそう、そしたらよ、はい、さっきの話じゃないけど、はい、コールドを決めるのは誰が決める必要もなくなるわけよ、うん、あー確かに解決ですね。そうそう、じゃあもうこれはもうやめて明日にしようっていう、うん、順延みたいな、はい、ゴルフとかと一緒よ、うん、ゴルフも18ホール完結できなかって、はい、雨で中断とかしたら次の日そこからスタートして本当は18ホールだったけど24ホール消化とかあるじゃんね、うん、はい、だそういう風にやるのも一つちゃうかっていう、あ、ルールってまだまだ改善の余地というか、そう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 、いろいろありますね。で最後に、はい、プロ併用、これも今回の夏の甲子園で、はい、これもっともうちょっと伸びたら、うん、もうプロで併用して朝高校野球やって夜プロ野球しようっていう風にね、もうこれ普通にすればいいじゃんっていう、できますよね。そうだって人口できてるからね、はい、だから唯一の問題あるとしたらなんかその旗とか、はい、スポンサー系の、うん、あー入れ替えとか、うん、とかが、うん、あるかも分かんないし、その裏のバックヤードの備品、うん、報道関係者の部屋とか、はい、そういう裏のバックヤードのとかもあるかも分かんないけども、はい、そこはもう共存しながら、うん、プロと併用することによって、うん、スケジュールをちょっと広く取れて、そうです、ね、選手たちに休養日を与えられる、はい、っていうのも俺は導入してもこれからの時代いいんちゃうかっていう。ナイターだったら大体ホームチームって2時からじゃないですか、練習。それは全体練習はね。あ、そうですね、うん、早く来てやってる人は12時ぐらいからやってるってことですよね。そう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 、でも別にそれは神宮でもそうだけど、はい、室内でやったり隣のグラウンドでやってるから、うん、それはもう結構阪神室内がでかくなったから、はい、その室内の中でまあやればいいんちゃうね。ランチまではそこでやってくださいね。そうそう、そういったところをやっていけばプロ併用もできるから、うん、そうすると感覚もアップし投げすぎ問題とか、はい、そういったところも消化できるんちゃうかっていう。あ、そうですね。何よりこう選手とか、まあ、審判の方守るって意味でもこう、うん、なんかいいことばっかりですね。そうそうそう、別にデメリットないのよ。ないですね、正直、うん、ただ運営側が大変なだけで、別にそれをやるのが運営側だから、まあ、選抜はねプロ併用とかそういうのもないからね、はい、あれだと思うけどね、はい、ぜひ検討してもらいたいですね、はい、あとですね、はい、今年もやってまいりました、うん、ドラフト前全チーム、はい、2020年のドラフト通信簿と、はい、2021年どういう選手を取った方がいいのかっていうのを12日連続でドラフト前日10月10日までやります。もうドラフト特集ですね。そうです、うん、もうドラフト月間です、はい、ぜひお楽しみに。